それではこれから質問コーナーに移りたいと思いますけれども林先生、増田先生壇上の方にお上がりください時間がですね実はだいぶ限られている中たくさんの質問をいただいているんですけれども私のであで代表的なものをいくつか取り上げてその質問に答えていただくようにしたいと思います。 えー、それではです、ね、まずあの1番目の質問、えー、今日あのまあ抗がん剤の適用にあたって、ねえー、KI67 というあの増殖のを見る指標があの紹介されていたと思うんですがこれどのぐらいが高い値であの抗がん剤の適用になるのか、林先生、よろしくお願いします。あのに関してはその 僕も外来でまずお話をするのは ERPR とかハーツみたいにですね全然まだ測定法とその値の意義っていうのが確立されてないんですで14%とか20%っていうのをカットオフにすることもよくあるんですけどあれ遺伝子のデータなので免疫染色でそのまま使うっていうのは難しいんですねただはっきり言えるのはその極端に低い場合と極端に高い場合っていうのはやっぱり関係あるだろうとあの治療効果とか予後にですね だからそこは考えなきゃいけないところなんですがここですっきり切るというのはなかなか難しいです大体いい20とか30あたりぐらいが中間ぐらいで考えてです、ね、それあの今回の,そのザンクトガネの,のガイドラインでも大体いい施設の平均が20ぐらいというものが出ているのであれば10以下はかなり低め30以上だったらかなり高めと考えて治療法人決めたらどうだという感じで出しています。ただあの 我々の施設ではです、ね、オンコタイプ DX というのも要するにマルチジンアッセですね多重遺伝子解析の高い検査ですけれどそれを中間ぐらいの KI の値だったらそれを考えそれでその検査をして治療法人を決めるというのも KI だけで判断するよりは正確性が高いので1つ提示はしますで。またケアシックスというのはホルモン陽性のタイプだけにしか。 基本的には今は使わないので、そこだけは注意が必要です。はい、はい。ありがとうございます。それからですね、次の質問はあの抗がん剤やってると白血球がまあ下がって、え特に高中球ですね、高中球といわれる成分が下がると、まあいろいろ感染症とか起こしやすいので、であのまあ抗がん剤を中止あるいは延期せざるを得ないことがあると。 でまあ、これをなんとか回避するようなことはできないのでしょうかというご質問です増田先生お願いします。 すいません先ほど言ったように抗がん剤というのは殺細胞性薬剤と言われてがんだけに効くわけではなくて体の中のです、ね、ある程度増殖しているような細胞にはすべて効くようになりますなので血液というのもそうですね私たち実感はないですがお肌は実感はあるかと思うんですが他の細胞というのは血液もそうですけどどんどん生まれ変わっているんですねその生まれ変わりが早いような細胞には抗がん剤というのは効いてしまう。でただ実際でですね今回もラスタというお薬ががましたがその 血液や抗がん剤によってですね。白血球が下がるのを防ぐようなお薬というのがあのもうできました。で、それはですね。あの、予防的投与ですね。もともと、この抗がん剤は非常に白血球を下げる可能性があるなとかですね。そうのが分かっているお薬のレズ面に関してはですね。種類に関しては、そのお薬を事前に投与することによって、白血球の下がりを防ぐ。 感染症のあの下がりを防ぐというようなお薬ができていますので、そういうことを使って併用してですね。きちっとしたスケジュールで治療ができるようにというふうにできるようになってきています。はい、ありがとうございました。あの g ラスターというお薬が使えるようになってですね。抗がん剤を打って24時間以降ですから。まあだいたい。翌日あるいは翌々日にあの皮下注射をするとその次の。 例えば3週間に一変の抗がん剤であれば3週目に来たときにほぼあの、まあ、その白血球は下がってあの使えないということがなくあの計画通りにあの、まあ、注射が受けられるとその途中で熱を出したりするようなこともだいぶ減ってきているという現状今年の1月からそれが保険適用になりました、えー、っとそれではですね えー、あの非浸潤がん、まあ、入管の中にまだがんがとどまってるがんで、えーまあ、これはあの、えーまあ、ゼロ期とも言われるんですけれどもあのしかしまあこの治療を受けてあの温存手術を受けた人の場合にですね、えーまあ、温存手術なので放射線治療が必要だって言われたということなんですがこの放射線治療を何か あの省略する選択はないのでしょうかという質問です、えー、林先生、いかがでしょうか基本的にその非浸潤癌でも、部分設置をして再発率というのは局所再発ですね、胸の中にまた出てくることがあるので、それは放射線治療すると大体半分ぐらいにあの下げると考えていただいた方がいいので、原則はするというところなんですが、非浸潤癌でも、 ローグレードといわゆるおとなしいタイプと、まあ、中間ぐらいかなっていうのと結構浸潤癌になりかけるなっていうタイプのがいろいろいるわけですね。で今あの低リスク低リスクじゃなあのローグレードのおとなしそうなタイプに関しては割とそのもうほとんどそれこそ正常の乳腺と画像も病理学的にも似たようなタイプの非浸潤癌ってあるんですね。だからそういういもものに関ししてては結構放射線をあの省略しても あの用語的には全く問題なないいいんじゃないかっていう世の中の中流れができてきててますただ大きなその長期用語を見た部分とかそういうところがまだあの足りないところなのでまだあの確定的ではないですあのそこを低,グレ低ローグレードっていう定義する部分もですね非常にまだまだ曖昧なところで核威形度が低ければいいのかとかホルモンが陽性ならいいのかとかそういうところもまだまだちょっと分からないところは確かにあります。 米国ではそのオンコタイプ DCIS という DCIS 用の,遺伝子あの発言解析の、まあ、これはオンコタイプと同じようにまあ費用はかかるんですがあのそれでローインターメあの低中間高というに分けて、まあ、それを判断材料にしているというご施設もあるんですけどまだあのこれもあの今あのようやくあの日本人のデータはまだこれからで 米国のあるいはカナダのデータを使った結果が報告されて、まあ、それがまあ商業ベースで使えるようになったというところですね。それではです、ね、続けて、はい、あのリンパ節転移が11個もあった、まあ、結構あの進行した乳がんの方なんですがホルモンが効くタイプおそらくルミナル A なんでしょうか。 その方は、えー、と抗がん剤は治療せずに放射線とホルモン剤のみですということなんですけれども、まあ、こういったルミナル A の患者さんにその抗がん剤を使う局面ことがあるでしょうかという質問です。先生はい はいえっと、先ほど佐治先生も少し言われておられたんですがルミナリエの患者さんというのはあの抗がん剤が効きにくいは確かですが全く効かないわけではないんですねでやっぱり進行がんになった場合というのは体の中にがん細胞が流れている可能性があるで先ほど少し言われたように今後再発してこられる可能性があった時に全く同じようなおとなしい細胞が再発してくるとは限らないがん自体もやっぱり形を変えてくるんですねなので感受性が低いからといってあの 再発の可能性の方少ない方というのはです、ね、ホルモンでも十分であるということもありますがあの感受性ともう1つやっぱり進行度ですねやっぱり非常にがんが進行してた場合というのはです、ね、やはり化学療法効果がゼロではない化学療法をやっぱりそこで載せることによってです、ね、今後の再発を抑えることができるもしくはがんがこうルミナール A というおとなしいタイプであってもです、ね、悪性度が増してくるがんというのは必ずありますのでそういったものに関してもです、ね、化学療法というのは有効だというふうに考えます。 まああの最初にその再発するリスクがどのぐらいあるかっていうのが大きくて例えばインパルス,ステインが高度でその使用量が大きい場合にその5年間で再発する可能性がまあ8割あったとしたらそれのに対して5%効く、まあ、あのもうちょっとあの簡単に言うとですね、えっと、5%。 80%のものの5%ですから 4%, 4あの、えーまあ、下げれるわけですね。でこれが例えば最初のリスクが5%しか再発しない患者さんに5%だったらななな何になるんですか <laughs> ?0.25%?0.25%、うん、ですからだからスタートラインの再発リスクがどのぐらいかで。 その人にとっての,その再発率をどのぐらい下げるかというのはあの、まあ、それだけ違ってくるわけです。で、えーまあ、こんなところもあの、はいえー、考慮に入れて、えーまあ、でも最終的にはその使う使わないはやはり主治医の先生とよく相談してということになろうかと思います。えー、それれで,です、ね、じゃ次の質問これはあの、えー ちょっと背景が長いんですけれどもあ,のある患者さんがその最初そのトリプルネガティブの乳がんをまあ8年前にされたとで今回その反対側に6ミリの乳がんが見つかって部分切除をしたとハリセ権ではハーツタンパクは最初ハリセ権検で3プラスだったんですけれども病理結果はトリプルネガティブでしたということでこの、えー、まあこの、うん こういったことっていうのは、まあ、あの、稀だけど起こり得るっていうのは林先生の。ご発表の中にあった。えー、なんて、い、っしゃいましたっけ。ヘテロじゃないっていいですね。あの、違います。そう, <laughs> そう不均一性。中の、あの、不均一性ですね。発陽性、ホルモン陽性ってっても、いろんな細胞がいるというところです。だ、ホルモン陽性だから、効くって言ってもですね。ホルモン、二十三十パーセントが陽性でも。まあ、陽性ですし。もう百パーセントほぼ全部。 あの陽性でも陽性グループに入っちゃうわけだから当然治療効果が変わってくるんじゃないかというところは考えなきゃいけないですね。だからそのハリ清健で取った部分と残って手術で取った部分で陽性陰性があってもおかしくはないし、あの特にハーツに関してはあの使えるカードが一つ増えるっていうところがあるので、あの陽性を陽性の部分があるんであればそれを一つ考えといて治療の選択肢として考えておく必要はあるかと思いますけど。 まあ両側乳がんでもしこの対策小さく見つかってもトリプルネガティブだとするとトリプルネガティブの両側はあのやはり遺伝性乳がん卵巣がんをまずあの念頭において、えーまあ、遺伝カウンセリングを大受けになってですね、えー、遺伝子検査もあのもしあのその治療法先ほど出た、まあ、新しい治験のお薬などもあるので、まあ、そういったことも視野に入れたあのご相談をされると。 いいいいのかなという,ふうに思います、えー、と以上であっという間に時間が来てしまいまして定刻、えー、になりましたのでこれでこのセッションを終わりにしたいと思いますけれども本当に盛りだくさんの治験薬あるいは新しい薬が出ているということであのこの時間で収めることはなかなか難しいのですけれどもまたあのいろんな機会があると思いますのであのそういった機会を利用して勉強されて。 あのご自身にふさわしい治療をその決めるための参考にしていただければと思います。先生方、どうもありがとうございました。